趣旨説明なんですけれども、日本にネパール人の留学生が今非常に増えていまして、私が留学生で来た当初は300人ぐらい留学生がいました。今、ネパール人留学生何人ぐらいいるか皆さん知ってますか？2000ぐらい、もっと増えてますね。もう桁が一つ違うぐらい増えていますけれども、一方、ネパール大使館とか日本政府とネパールとの交流や協力する間に立って仕事する人はそんなにいないんですね。ですから、ネパール人は日本語が上手だと先ほど小島大使もおっしゃってます。確かにそうなんですけれども、人前に立ってそういうことができるような人たちがどこにいるのか、なかなか私たちもわからないです。こういう弁論大会を行うことによって、自分の中にある日本語のポテンシャル、もっと日本を理解したいとか、日本ネパールのことを伝えたいとか、そういう人たちがたくさん表に出るような場を作れないかなという話がありまして、これが3回目ですね。過去にもネパール大使館、日本ネパール協会、今日は INC 勢、それから NRM、新しく今回は YMN という番号、ユースの団体もありますし、在日ネパール人留学生のNESAJという団体もありまして、ネパールのことを日本と架け橋になっていて、何とかしたいという団体がたくさんいますので、そういった皆さんの力を借りて、今回3回目となるスピーチコンテストを行っているわけです。ですから皆さんは思う存分話していただいて、皆さんからいろんな審査員の人からも質問をしたりしますので、自分がいろいろ考えていることを、ここでみんなの前にプレゼンテーションをしていただきたい。で、審査の基準ですけれども、審査は内容、それから表現、それからスピーチしている態度と、私たちが一つや二つ質問しますので、その質問に対するレスポンスですね、答えを。これを25点ずつに配点しています。で、その3人がそれぞれ300点満点の中で、この100点ずつの中で点数を出しますので、最終的な合計点の上位の人が1、2、3、4位と、この縦の通りですね、順番が決まっていきます。内容は建設的な内容であるかどうかということと、表現は言い回しですね、適切な表現になっているかどうか、それから態度は堂々と落ち着いて話しているかどうかと、こう聞いている今日聴衆の方々に訴えて、自分の意見を伝えようとしているのかどうかというようなことを基準にして、審査をします。それから最後の質問なんですが、私がこの、一緒に今日審査してくださる先生方に、どなたかに質問をどうですかって聞いてみたり、私からも質問をコメントしたりします。というような流れですけれども、大丈夫ですかね。頑張ってください。私は審査委員長を務めます、ジギャン・クマル・キャパと申します。ちょっと今日審査してくださる他の先生方を紹介します。高木忍さん、楽しみにしてましたので、同じく、お二人とも日本語学校の先生をされていますので、外国人に日本語を教えることは得意とされています。五十嵐彩乃先生。五十嵐彩乃です。今日はとても楽しみにしています。頑張ってください。よろしくお願いいたします。じゃあ審査の基準と審査員の紹介は以上ですけれども、これはコンペティションです。至って、少人数でやってますけれども、これは一つのコンペティションですから、ここには絶対1、2、3、4位と順番がついていきます。ですから順番が低くなった